仏念、それは物に秘められた念力、それゆえに人はそれを仏念というと思う。いやあ、刹那圭介だよ。前にも言った通り、この仏念世界というフリーゲームをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。この仏念世界っていうのは、俺がこれまでやってきた資源の蝶と赤髪の怨霊の作者さんが作った第3弾のゲームであります。じゃあ正確には第4弾、怨霊の夜合わせたらね。まあやっていきたいと思います。これは結構絵がいいよね。資源の蝶と赤髪の怨霊もそうだったけど、で今回は和風らしい仏念世界やっていきたいと思います。ちょっといい感じのゲームらしいんでね。このゲームはフィクションです。登場人物、団体等、実在のものとは一切関係ありません。ゲームにはホラーシーンが含まれております。最初から最後まで怖いわけじゃないよ。ステッカー貼っておきます。探索、和風、謎解き、うん、いいね。まあこんな感じで、このゲームの作者さんは毎回ゲームの最初にこういうステッカー貼っておきます点があるわけです。ん？なんこれ。ああ、絵が選べるんじゃ。俺としてはこっちでしょ。こっちの方がかわいらしいもんな。デフォルトグラフィックで開始しますか？はい。お、お祭りか。いきなりごつい人出てきた。一の木、鉄王。森に明かりが見えて来てみれば。夜店か。ちょっと見ていくか。リン、転ぶんじゃねえぞ。リンってどれ？あ、このリンっていうのが主人公ね。おうおう、メニューは？おうおう、道具。で、記録でセーブ。まだいい。へぇ、すごいな。祭りから始まるんじゃ。なにこれ。その仮面似合ってなさそうな人が被ってそうなんやけど。仮面取ってみたら、そんな人が被ってんのって顔な感じがするんやけど。うちのお面、普通の人に売らない。素顔見せられない。特別な人に売る。そんなんで、ね、夜店なんか開くな。不気味なお面が並んでいる。一ノ木凛っていうのが主人公の名前か。このお面、怖い。あかんやないか。子供に好かれるようなもん、売りなさい。えいっす。あれ？うちのお店は、暴露、賭博関係のものだから、子供には早いよ。そんなもん、売るなや。こういうお祭りのお店でさ、屋台でそういう売るなや。子供が楽しめんやろうが。いやあ、カルタのよう、カルタだったらいいやろうが、子供でも。何が賭博なんや、でも。うわあ、お前。カルタのもうようなものやけん、花札とかそういうのもあるんかもしれんけどさ。ガッハッハ、なかなかいいもんあるじゃねえか。お父さん、もしかしてギャンブルやってんの？私の知らないところでギャンブルやってんの？そういうのダメだ、お父さん。おう、リン。あんまり遠くには行くなよ。お父さんもそういう私からすごい遠いギャンブルの世界になんかに入っていかないでよね。ダメだよ。お母さんに言いつけるよ。ここね、あやかし夜市って言うみたい。うん。売っている人たちはお面をつけてて不気味だよね。しかもあの人たち影がないんだよ。え？きっと化け物が人間のふりをしていると思うんだ。はんにゃやこれ。今宵は特別な日。ここでの出会いもなんかの縁じゃ。特別なものに出会えるじゃろ。
ああ、もう、俺としたら仮面かぶった人たちがたくさん並んどることがもう特別な何かや、もう。ああ、こいつらコミュ障か、お前。仮面かぶりやがって、無駄に。ガラクタが並んでる。ガラクタとか売るなや。ハンニャとか、ごつい仮面かぶっとるやつがよりによってガラクタ売るな。キャラに当てないんじゃ。一の木一葉。あ、お母さんがこれ。お父ちゃん、機嫌が良さそうやね。なんか、買うてくれるかもね。あ、ちゃうな。これ若いな。お母さん、お父ちゃんって言おうことから考えたら、お母さんじゃなくてお姉ちゃんかな。この店、綺麗な手鏡売ってるんよ。なんか訛ってるね。どこの方言か知らんけど。子供と二人で来たけど、なかなかいい場所じゃないか。しかし、店の人に気に入られないと物が買えないのは考え物だな。何そのシステム。あんなお面つけていたら怖がるだろ。そりゃそうだ、子供も来るんだぜ。ここで売っているものは、悲しい過去のある道具たち。大切にしてあげなす、あげてくださいね。手鏡、髪飾りか。ああ、なんか、前使いよった人に捨てられたって時な。おいっす。あ、お前先おったやろ。お前は同じようなの先おったやろ、お前。ちょっと先回りしてんじゃねえよ、お前。この店には子供に売るものはない。あっち行け。じゃあ何売るよんだろ。置物、かなり力持ちな人じゃないと運べそうもない。うん、そうか。うーん、もうちょっと怖いやん。こういう子供に売るものはないって言うけん、ちょっとエッチなもん売りよんかなと思ったじゃないか。もうそんなんダメよ、お前。勘違いするやん。これは？ここね。あやかしよいち。いやー、それそ、さっき聞いた気がするんやけど。ちょっと待って、さっき聞いたんやけど、もしかして、ここにおった子供を行き詰まり、ここのとこを飛ん、移動しとるん？ああ、もう一人で、こんな、目立たんところで一人でおるやつがおるし。お前結構ぼっちやの。頑張れよ。いらっしゃい。ジョーちゃんは人形好きかな？お人形？嫌いや。あはははは。人形は怒ってるようだ。ごめん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 。ちょっと、ボケただけだ。ちょっと、嘘でボケただけなんや。ちょっと、冗談。ごめん。ごめん。買うけん、買うけん。そんなこと言っちゃいけないよ。人形にも感情があるんだから。そんなこと言ったら怒っちゃうよ。ここにある人形は心があるんだよ。もう一度聞くよ。人形は、大概ああ、めっちゃ怒っとる、めっちゃ怒っとる。警告したのに。残念だよ。人形が好きになるようにお嬢ちゃんのことを人形にしてあげる。逃げろ、あーバッドエンド。リン人形。て話分からん状態でもうバッドエンドついてしまったんやけど。開始して8分ちょいやで。あーもう人形が嫌いでもいいや。そういう子供おるわ、もう。くそ。ごめんって。あ、ごめんって。ん？奥に置いてある人形はこちらを見つめている。ごめんって。わかった。そう、ちょっと大嫌いとか言わんけん。好き。おう。けぇ、こう見えたらやっぱ可愛いな。うん。お嬢ちゃん、この人形に気に入られたみたいだね。そうなん？でも、うち、金持ってへんよ。なまっとるよ、よう考えたこの主人公も。なんだ、アリン。こんな場所にいたのか。あ、お父ちゃん。人形が欲しいのか？欲しいなら買ってやるぞ。女の子なら人形ぐらい持ってないとな。優しいお父さんですね。安くしますよ。で、いくらなんだい？20銭で構いませんよ。20銭。めっちゃ古い時代だった。ははは。20銭って、いつの時代やねん。江戸時代かな、これ。いやさ、あれよ。赤髪の怨霊と資源の嬢で話繋がっとってさ。
話つながっとるけん、もしかしたらこのゲームでも話つながっとんかなと思っとったんや。いや、もう、ちょっと、ゲームの、なんか、世界観見る限り、絶対繋がってないわーって思いながらも、ちょっと繋がってることに期待しとったんやけど、繋がってないね。これ絶対繋がってないね。全く別のフリーゲーム作ったね、作者さん。それならそれで面白いかもしれんけどね。随分と安いな。こりゃ、結構な品じゃねえのか？我々は儲けを考えて商売はしておりません。物の幸せが第一なのです。ふぅ、いいねえ、そういう物を大切にの精神。現代の我らも見習わなければいけません。へえ、変わった人だな。よし、買った。お父ちゃん、ありがとうな。あ、うわ、かわいい。お父さん、かわいいよ、りんちゃん。ちょっとお父さんめっちゃ可愛いよ。ちょっとお父さん、俺に払わせて。りんちゃん、俺が払ってあげるけんね。払ってあげるけんね、って。こいつは重いから、わしが持って帰るよ。お母ちゃんのところに行ってる来るから、りんも早く来いよ。子供を一人にすな、お父さん。可愛がってあげるんだよ。あ、動ける？あの人形は特別だから大事にしてあげるんだよ。はい。大事にせんかったら殺されるもん。人形にされるもん。それは大事にするわ。お地蔵さんがなんて書いてんこれ。わからん。ん？こっちには何もないし、真っ暗だからやめよう。なんもない。じゃあ戻るんか。じゃあ何をすればいい？あ、ここ調べてない。あはははは。おい。お前さ、せめて、おめえちゃんとかぶろうぜ。かぶれよ、逆さになってるぞ、お前。いらっしゃい、いらっしゃい。あの、お面が逆さまのことを言う。言ってあげな、そりゃ。お面、反対だよ。見えへんでしょ。見えるよ。しっかり見えてるよ。嘘だよ。子供は単純だな。騙しやがって、この野郎。直せや。せめて直せや。直せや、こら。騙されやすい君に一言。この世はいい人ばかりじゃないよ。裏切られても悲しまないようにね。はーい。なんか忠告された。なんか忠告されたんやけど、こんな、よりによって、お面逆に被るようなやつに。どうすればいいんだろう。全員調べたな。お母さんのところに行けばいい。ここだ、ここだ。お父ちゃんが手鏡買ってくれたんよ。りんちゃんは人形買ってもらったんでしょ。よかったわね。あ、これお母さんだ。若い。お母さん若い。お姉ちゃんって呼んでもおかしくないような。そんな若さがある。一番のホラーこの人じゃない。若すぎる。リンの人形も買ったし、お母ちゃんの手鏡も買ったし、そろそろ帰るぞ。はーい。ねえねえ、お父ちゃんは何買ったん？わしは花札を買った。あの店で買ったやつじゃ。子供には早いよって、売るものはないよ的なこと言おったやつや。花カルタとも呼ばれてるやつだ。絵が独特で気に入ってな。それってどんなん？これだ。花鳥風月は絶対ちゃうな。リンと、まあ、いや、もういいや、もう。適当に、まあ、いいや。世界が素晴らしい。ああ、結構スタンダードな花札やな。うわー、綺麗。いいな、いいな。リンは遊び方を知らないだろう。それに、これは子供が遊ぶもんじゃねえぞ。まあまあ、絵が綺麗やし、リンちゃんが興味を持つんもわかるわ。それもそうか。絵だけ見るな分なら大丈夫だな。貸してやろう。
お父ちゃんが遊ぶとき、ちゃんと返すね。すぐに使わないし、気の済むまで眺めていいぞ。遊ぶってお父さんギャンブルでもするん？そういうお父さんにならんといてほしいんやけどな。ねえねえ、お母ちゃんの買ってもらった手紙見せて。もうすぐお家でしょ？帰ったらね。うん。なまっとるキャラクターを演じるのはちょっと難しい。自分、俺が結構なまってんだけどね。青弁で結構なまってんだけどね。関西弁に近い青弁でなまってんだけどね。え、ちょっと何これ？何これ？あ、これまでがプロローグで、これから始まる的な感じかな。これは怖そうなゲームではありませんが。まあ、それに近づいてくる。もういいよ、もういいよ。今の、夢？夢だった。手がいつまに寝たんや。寝てもないのに夢って言われても。しかも、ちょっと主人公の一つ下にスヌーピーみたいなのがある。スヌーピーこの時代ないやろ。家に着いて寝ちゃったんかな。お母ちゃんの手鏡見たかったな。ん？何？え？なん？今音。もしかして、ぬすっと？お父ちゃんに早う知らせなきゃ。泥棒と言わずにぬすっとっていうあたりがもう時代感があるよね。本編開始になります。キャンセルキーでメニューが開けます。机の上の紙を調べるとゲーム説明や設定変更が可能です。オッケー。じゃあちょっとそれを見ておいて。お得な瓦版が放置されている。何を読もうかな。簡単な説明。ゲームの説明キーはファイルの中です。この辺はもういいや、もういいや。何？選択肢とか行動でゲームの結末が変わってくるので、こまめなセーブをおすすめ しています。ああ、マルチエンディングなのかなこれ。ゲームには一回のミスでバッドエンドになる即死選択肢があります。でもすぐにリトライできるから安心してね。リトライによるペナルティはありません。ああ、これ来たわ。資源の浄土、赤髪の音量でもこんなんだけんね。まあゲームのシステム的な部分は引き継いどるって考えていいんかな。アドバイス。一昔前の和風な世界なので、ファンタジーな形な宝箱なんて置いてないです。あっちこっち探索してアイテムを探してね。メッセージが出ない場所からアイテムが出ることはないよ。アイテムは基本的に自動で使用します。アイテム説明に自動と書かれています。入っていないアイテムは手動です。バッドエンドは複数あり、数字が表示されるけど全部見ても何もないよ。本当に何もないからね。エンディング後にタイトルが変化したら、それが一番いいエンディングです。オッケー。アシスト設定って何？調べた方がいいポイントに、矢印が表示されるアシストモードがあります。探索系のゲームが苦手な方や、初心者の方はオンにしておくとゲームがスムーズにできます。あ、そんなんあるんや。全部に矢印が出るわけではないので、探索のヒントのような感じでどうぞ。ここ以外でオンオフの変更はできません。ストーリーが進むと途中で変更できません。いやいやいや、俺はゲーム実況プレイヤーやで。そんなんに頼ってたらそんなん役に、そんゆんはでけへんわ。なめんなよ俺。なあ、スヌーピー。じゃあセーブしましょう。これは面白くなりそうだ。では、今回はこの辺にさせていただきましょう。仏念世界。最初の方は念仏世界って読みそうだったよ。危なかった。では今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。See you again!